どうもー、ゆうです。ピンポン、専属モデルになりました。はい、今までですね、いろんな SNS のコメント欄でレギュラーモデルから専属モデルに変えないのっていう質問があったと思うんですけど、それに私はずっと答えていなくて、8月30日よりのトップ10、10月号で正式に専属モデルとして活動をすることになりました。専属昇格になることが決まったのは実際の7月19日放送の放送再生回だったんですけど、それから8月30日までちょっとレギュラーモデルとして活動だったんですけど、正式になったのはこの10月号からデビューということで、じゃあちょっと専属モデルとしての抱負っていうか目標なんですけど、今まではこうポップ戦を通して専属モデルになるのが目標だったんですけど、それが達成したということで、また新たな目標に向かって走っていこうかなって思うんですけど、専属モデルになったら、まあ、教師はもちろんの夢なんですけど、まずはユナのことをたくさんの方に知っていただきたいなって思っているので、ピン企画を飾りたいなって今は思っています。好きなモデルランキングも1位取りたいし、ピン企画も飾りたいなって、それが目標で今頑張ってます。まだなんかキャラが定まってなくて、キャラブレが結構してて、ガーリーなのかカジュアルなのかっていう、結構いいのも分かってるんですけど、結構ブレちゃっているのではっきりさせたいのと、あと半年で高校生になるので、その高校生になる時の新しい自分を見せるっていうのが難関って言っていたので、それもちゃんとできるように。あとは自分磨きはまだ数回っていうか始まったばっかりなんですけど、最近ジムに通い始めたので結構大変なんですけど、大変だからやめるみたいなじゃなくて、ちゃんと引き続き続けて、神戸コレクションが9月にあるので、神戸コレクションに向けてのウォーキングとか、今までとはちょっと違うドランウェイなので、ちゃんとモデルとして歩かせていただくので、初めての専属モデルとしてのランウェイステージなので頑張って歩きたいなと思います。はい、でですね、ポップ戦第1次第2次と出させていただいたんですけど、8月9日から発売されているポップティーンカバーガール戦争攻略本っていう本にね、ポップ戦に対する強い気持ちとか、ユナ以外のモデルさんたちもね、いろんなことを語っているので、どう思って戦っていたのかとか、そういう気持ちとかが書かれているので、そちらの本もぜひ読んでいただきたいです。で、8月30発売の専属モデルデビュー号もぜひ読んでいただきたいです。アンケートとか書くのすごい大変なので、書く気になっていただけたら、読んでいて応援したいなって少しでも思っていただけたら、雑誌の後ろの方にアンケートがあるのでぜひ書いてください。アンケートの用紙に何日チェックっていうのが書いてあるので、そこを見ながらポストインしていただけたら嬉しいです。レギュラーモデルとちょっと違った一面を見せれるように、これからも頑張るので、ぜひ引き続き応援よろしくお願いします。もう一つあるんですけど、 YouTube のコメント欄がね、ちょっと前に一回直ったんですけど、もう一回コメントができなくなっちゃって、閉じてるわけじゃなくて、あんまり理由もはっきりとは分かってないんですけど、できなくなってしまったので、 YouTube の動画を上げると同時にユナの Twitter に動画を上げましたっていう報告ツイートが上がっているので、そこのリプにね、動画の感想とかを書いていただけたら嬉しいです。はい、ということで8月30日売りの10月号、ぜひチェックお願いします。これからも応援よろしくお願いします。バイバーイ。